お疲れ様です。中川です。今日はですね、人を見極める方法みたいな話をしていきたいなと思うんですけども、ここね、すごく重要なんですよね。これなんでかっていうと、俺なんかもよくね、いろんな人に会いに行けなんて言うんだけど、ほとんどの人はね、なんか騙されちゃうんですよね。簡単に言うと。で、まあ、口車に乗せられるとか、まあ、相手が言ったことを信じてしまって騙されるみたいなことが多いんだけど、まあ、これをね、回避する方法っていうのは、あんまないんで、実はね、実はその直感というかさ、なんかこいつ変だなみたいなのがあったりとかしたら、まあそれはね、確かにそうなんだけど、でもまあそこら辺のね、直感が鈍い人たちが反対に騙されたんですよ。じゃあね、どういうところを見ればいいのかって話をしたいんだけども、まあ、俺が言えることは何かっていうと、その人は何を言ってるかじゃなくて、どういうふうに行動してるかなんだよね。うん、俺がなんで、俺もね、発信を見てる人だったら分かると思うんだけど、めちゃくちゃ発信してるわけですよ。うん、YouTube だってね、ほとんど見られない。ような YouTube をですね、毎日のように更新し、メルマガも毎日の出し、ノートも1日何発も出し、みたいな形で、まあ、もちろん X もインスタも全部やってるわけですね。で、それぐらいこうガンガンやってると。プラス、その活動報告という形で、まあ、そのセミナーやったらセミナーの写真を上げたりとか、いろいろやってるわけです。実際、まあ、俺はね、あの本なんかが、自分の出した本が本屋に並んでたりするわけじゃないですか。だから実態があるわけです。だからここが超重要。でさらにまあ俺の場合は、ね、それなりに有名な人たちと一緒に仕事してるっていうね、こう証拠もあるわけだな。でここが重要なんだよね。要するに何を言ってるかよりも何か言うかって誰でもできるから。で一番重要なのは何かっていうと行動してるかなんだ。だから俺は信じてもらうというか自分自身も行動しまくってるわけね。これだけやってんだ、これだけやってる人間なんだっていうのはですね、やっぱりこう言い続けるっていうことが信頼につながるし、まあ、それが最終的にまあビジネスにつながったりとかするんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今日はどっちかというとね、騙されるとか、ね、受け入れ定感の話をしてるわけだけど、本当にそこを見た方がいいよ。本当に口だけでね、なんか会社4社やってますとか、年収いくらありますとか、年商いくらありますとか言うけど、そんなもんね、信じちゃダメだよ。そんなこと言わねえから、普通は、うん。まともな人間だったらね。だからそういうこと言ってる時点で怪しいと思った方がいいし、じゃあその言ってたとして、言ってでもいいんだよ。言ってでもいいけど、やっぱその実態が活動から見えるかどうか、だから発信から見えるかどうかです、ね。だからなんかね、偉そうなこといろいろ言ってるけど、日々ね、ほとんど発信してないとか、まあ、あと本名かどうかも意外と俺重要だなと思ってて、だから俺なんかも本名でやってるからさ、逃げも隠れもできないわけじゃない。で、それなりの人たち、それなりの出版社とかと関わりながらやってるので、ね、当然あの変なこともできないという中でね、やってるんで。そして、そういった意味でね、まあ、そういうね、こう、実際に行動してる人、そして行動してるところが明らかに分かる人っていうのを信じていれば騙されないんじゃないかなと思います。